の面白くしていきたいね。副社長、組もうよ、ね。去年、杉浦の呼びかけで結成した丸藤杉浦軍。ノアの一大勢力を目指す軍団に活躍の機会を求め、一人の男が加わった。心機一転、飛躍を誓う石森泰治。アンムーに所属していた石森は小太郎青木組の陰に隠れくすぶった日々を過ごしていた。チャンスを求めた石森は軍団を移籍、そして早くもその機会が巡ってきた。 GHC ジュニア王者の中島克彦が次期挑戦者に石森を指名。 2.25 後楽園ホールで激突する。さらに同じ軍団の杉浦も 3.18 横浜で GHC ヘビー級選手権を控えている。勢いに乗る丸藤杉浦軍は今夜初のトリオを結成。無慈悲軍団ノーマーシーとの一戦に臨む。セミファイナル、丸藤杉浦軍対ノーマーシー。ノアの軍団再編、ユニット構想が激しくなってきました。去年ノアマットを席巻した無慈悲軍団ノーマーシー、そのノーマーシーに先ほどの第3試合終了後、なんと谷内周平が加入いたしました。そしてそのノーマーシーに対抗するべく結成されたアンムー、さらには丸藤と杉浦が組みました。その中でやってきました、おお、ケンタの姿も見られます。ノアマットを占う上でこのチームはやはり中心に立ち続けるのか。切り込む平柳に現場、 T シャツを脱ぎながらまとめる役の金丸義信、そしてトップロープを越えた仕留める高山義弘、ノーマーシー。さあそして現在欠場中の健太もこのリングに上がりまして、自らその T シャツにサインを入れました。そしてノーマーシーがこのノアのマットを席巻している。それを象徴するべく、ああそして先ほどこのノーマーシーに加わった新加入した谷口の姿もセコンドに見られます。11月の有明コロシアムで杉浦とのシングルで復帰した丸藤、その2人がタッグを組み新たな軸ができました。丸藤杉浦軍、そこに 1.29 博多大会でアンムーから離脱した石森が加入いたしました。一大勢力となるべく初めて3人でタッグを組む今宵の試合、果たして何を見せるのか。現れた石森、そして丸藤杉浦、トップ戦線へ石森泰治、トップロープを越えました最前線へ丸藤直道、 GHC ヘビーへ杉浦隆、丸藤杉浦軍対ノーマーシー、45分の一本勝負です。青コーナーノーマーシー、高山、金丸、平柳、そしてセコンドには健太と先ほど加入したばかりの谷口の姿があります。一方杉浦と丸藤が組んだこの丸藤杉浦軍、そこに加入した石森泰治、ノアの現在進行形の勢力図がうかがえる45分の一本勝負です。まだ誰も下がりません。あ、マイクを持った丸藤。健太久しぶりだな、おい、チョコレートもらいに来たのか、おい。まあそれはいい、おいおい、お前何やってんだよ、おい、何やってんだそこで。金魚の糞か、おい、金魚の糞か、おい、おい、やる気あんだら相手してやるからかかってこい、お前、おい、かかってこい。おい、行った行った、谷内が行った、そして高山も行った、杉浦に行く、金丸が、あ、石森を落とした、あ、後ろから平野に急所、丸藤を襲っている。試合の権利のない谷内が今先に仕掛けるような形で、解説の秋山さん、大変な立ち上がりになりましたね。谷内が挑発、あ、そこに米が来た、今軍団再編さらに変化しています。谷内が回しに入って、そして秋山さん、これは米が、そうですね、割って入ったということで、あ、
この米も谷口もこの試合の権利ないわけですね。ないですよね。ない2人が今リングの中央に2人です。まだゴングで鳴ってないですけどね。鳴ってないですね、はい、鳴ってないですね。試合の権利である高山であり杉浦は今リングの下。3対3の45分一本勝負ですが、今レフリーが突き飛ばされた。まあこうやって皆さんが4対4とか4対4やるべきですよね。やるんですかね。やりますかこれは。いや4人8人が今リングに上がりまして、どうする、どうする。お、完全に今丸藤と米が握手をした。これん杉浦、あ杉浦を張った、張り返した、突き飛ばした、ん丸藤が割って入る。いやどうなるのかもうわからない。いや分からないけど今米が T シャツを脱いで臨戦態勢、谷口も脱いだ。秋山さんこれ行きそうですね。そうですね、やれそうですね。どうなるんですか今本部席動きがありましたよ。谷口選手米選手はこれ8人タッグ変更となります。変わった、8人タッグになった。もう文句なしですね。そうですね、本人たちもファンも待ち望んだ一戦、なんと6面から8人タッグに谷口が仕掛けた。挑発された谷口がまず丸藤に行きました。放送の解説を改めて秋山純さんです。秋山さん、はい、今ようやくゴングが鳴りまして、はい、6面が8人になりましたね。そうですね、あでも谷口もここでねなんとか見せないと、まあ、チャンスはチャンスですよ ね、 そうですね、谷口にとって、はい、走り込んで張り手、正面から翔太のような張り手、正面から切り返すマネージング、後ろから来る、待っていた、あトラスキック立ち上がると呼んでいる。そして側頭部からトラスキック炸裂、丸藤早くも知らない、駆け上がって捕まえた、捕まえた、スリーパー、あ体勢どうですか秋山さん。そうですね、上からこう押し潰すようにかかってますね。腕のかかり具合、焼き付き具合いかがですか。もうちょっと入ればいいですけどね。体勢を今ポジショニングを確かめながら今揺すりました、左右に揺すりました。そして一旦ほどいて、丸藤が孤立している。ノーマーシー麦飛軍団、金丸と平柳が青コーナーへ、唾を至近距離から吐きかけてラリアット金丸だ。そして谷口がエルボー、戻ったところに高山がいる、顔面ハイキック抱え上げてバックドロップの体勢、対空高めに落としたところに金丸ダイビングボディープレス、ノーマーシー波状攻撃、さらには抱え上げて落としていく、高さを生かしました。早い、このタイミングどうだ。連携はねノーマーシーの意味ですね、いやしかしこの谷口、先ほどの第3試合終了後このノーマーシーに加入となりまして、一気にまたこのノアの勢力図といいんですか。そうですね、軍団構想再編が加速してますね。秋山さんご自身も斎藤選手と組んで GAC タッグを取りました、はいはい、さらには丸藤の杉浦と組んで、そこに先ほど米が来ましたよね、はいはい、そうですね、ただ米が加わったと見てもいいですよね、いいですね、はい、まあ、前々からそういう発言はしましたからね、そして秋山さんと斎藤さんのタッグにはどうですか、青木の動きというのが加わっていますし、アンムーから離脱した石森が今度はこの丸藤と杉浦のいわゆる今日の赤コーナーサイドに加わっているということであります。いやこれはまた何か今日のこの試合からまた新たな動きが始まるんじゃないか、ね、はい、例えばタイトル戦線であったり、まあ、そうですね、まあ、谷口の、ね、動きから始まったことですけども、まあ、谷口もね本当にもう最後のチャンスだと本人も多分思ってると思うので、ね、生まれ変わるチャンスをこのノーマーシーに加入することによって掴んだか。当初はこの6面だったこの試合が谷口と米が加わりまして8人タッグに変更、ゴングとなりました。丸藤を踏みつけていきます、高山義弘です。まあ、8人タッグになって谷口がここでねどういう動きをするかでまた、ああそうですね、つまり、まあ、最初にエントリーしていた6人だけで試合が終わってはその谷口だったり、ね、はい、米だったりという今入った意味がないですね。そうですね、さあその谷口ですよ秋山さん、先ほど試合を終えて一旦控えに戻ってセコンドに着いたんですが T シャツを脱ぎまして下はこのように短パン姿であります。しかしこの8人タッグに急遽加わって自ら生まれ変わるべく階段を一つ上がり最前線に上り詰めるべく今日このチャンスを生かすことができるでしょうか。谷口周平首を踏みつけていきます。丸藤は去年の11月27日有明コロシアムの復帰戦杉浦とシングルを戦いましてこの丸藤と杉浦が組みました。おお、その杉浦に
今つま先を当てたでしょうか。さあそして杉浦を蹴落として、今度は丸藤に対して、あ、逆蹴りです。ボストンクラブ、しかし先ほどのお返しだ。エルボーが来る、エルボーが来ることは知っている。しかし今日この掴んだチャンスを、あ、谷口、いや重みがありますね。いいですね、いいエルボーしますね。打たれ強い杉浦に対して果敢に、おお、この一発、何かエルボー、その肘に気持ちと力がこもっています。そうですね、今日は本当に気持ちがこもってますね。いやしかしどうですか秋山さん、このノーマーシーに谷口が加入して、これ、はい、今あのセコンドにも健太がいるんですが、はい、このノーマーシーのまた勢力というのが拡大しそうですね。まあ、拡大しないといけないですよね、谷口入ったことで。あ、そうですね、変わったなっていうのが見せないとね、あ、そして巨匠マガッタンドロップ。今試合の権利はこの高山、金丸、平柳、そして加わった谷口、そしてリング下に現在欠場中の健太の姿も見られます。ロープに飛んで低空、これは読んでいた。ああ、唾を吐きかけて奇襲をかけました平柳。この平柳も思う存分自らのプロレスを貫いています。高山にハイタッチ、あっという間に5分が経過しました。6面から8人タッグに変更となった45分の一本勝負。石出しのハイキックです。やはり何か考えている、そんな見方があったんですが、やはりノーマーシー勢力を拡大いたしました。軽々と抱え上げてリングのほぼ中央、見せつけるようにして落としていきました。そしてダイレクトにカバーまで持ってくる高山義弘です。あ、こちら健太の姿が見られます。まあ、去年の年末11月27日有明コロシアムで GAC を戦いましたが、その前後からこの左膝を痛めていまして、左膝の前十字靭帯断裂、現在欠場していますが、今日このおっと指示を出したボス的な位置である高山の指令で一気に散りまして、試合の権利は丸藤ですが場外で仕留めている。んここに谷口が加わって、おい、米が来た、米が割って入ったが、そこに平柳が来る。顔面ハイキックは高山、いや目まぐるしく入れ替わっています。さらにはあ、トラスキック、丸藤のいいトラスキックが入りましたが、お、膝を今警戒して、高さのあるドロップキックです。主導権というのが行ったり来たりしてます ね。さあここまでの立ち上げに先ほど5分が経過しましたけれども、この一戦8人タッグになりましたが、はい、秋山さんご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、ちょっともうちょっと谷口頑張らないとね、あ、せっかくやっぱり谷口米がねこの試合のねキーマンですからね、どれだけ前に出るか、そうですね、どれだけ主役に踊り出るかということですね、はい、あ、しかしこの杉浦も 3.18 横浜分隊で森島の GAC に挑戦します。もちろん引くつもりはありません。高山に対してハイキック、お、高山もそれで返していく、蹴り合いだ、2人の男の蹴り合い、ここは譲れないものがあります。壁を作ってハイキック、おー、杉浦もそれに応じていく、あー、カウンター、蹴り倒しました。 3.18 横浜文化体育館、第 18代王者の GAC チャンピオン森島に挑戦する杉浦隆です。その高山の巨体125キロカルナルトブレンバスターで投げ捨てました。杉浦、丸藤、石森、そこに谷口が加わって、高山、金丸、平柳、平柳組、高山、金丸、平柳、そこに谷口が加わりました。ジャーマン投げ捨て、杉浦サイドには米が加わっています。距離を持って、あ、膝が来ました、足踏んでの膝、あ、そしてバチンという音が響き渡っている後楽園。秋山さんの GAC タッグの防衛戦が控えている 3.18 横浜分隊ですが、はい、この分隊のこの森島と杉浦の一戦はどんな風に占いますか。そうですね、森島もね、いいテンションでね、出来上がろうとしてるんで、先ほどの佐野選手との試合も生き生きとしてましたね。軽快な動きも見られましたし、はい、パワーも見せつけました。この杉浦と森島が 3.18 横浜分隊で GAC のシングルをかけて戦います。膝走り込んだところに待っていました。そして軍団再戦といいますと、秋山さんが斉藤選手と組みまして 1.22 大阪で GAC のタッグを奪還、 3.18 小橋塩崎組の挑戦を受けます。さあ手を伸ばしている杉浦から誰にタッチをするか、石森だ。さあ加入して
今日この加入した石森と、さあ金丸が入ってきた、ノーマーシーは金丸、金丸が石森を飛ばして、おニュートラルコーナー警戒の動きでトップロープから行きました。距離を取る、この距離が石森を生かしていく、ダブルの2落としていく、さあニュートラルコーナー近いところ十分にためを作って踏みつけていきました。石森選手本当にいつもいいコンディションに、ね、回ってますからね、はい、はあ、いい動きしてます。そしてこの石森が今ニュートラルコーナー最上段からダブルにあのアンムを離脱して、はい、そしてこの杉浦丸藤この一段に加わったということですが、はい、やはりユニットから飛び出すのはそれなりのかなり大きな覚悟が必要なことですね。そうですね。押していくぜ。その石森が今日この杉浦丸藤と初めてトリオで組む試合でしたが8人タッグに増員しています。掛け声とともにボディアタックを見せました金丸由伸。アンムーから離脱したけれども対ノーマーシーという思いは変わらないんだ、そう話していた石森泰治。みんなの、ね、話は聞こえて、金丸の話はあんまり聞こえてこないですね。どうしたらいいかね。なるほど。もちろん誰もが認めるキャリーもあり、ね、テクニックもあるこの金丸が、はいはい、そのノーマーシーの中でじゃあ果たして今後一体どんな動きに出るのか。10分経過のアナウンスです。45分の一本勝負、切り返して米です。下はジャージ姿、急遽加わったこの一戦です。丸藤、杉浦、石森に加わったモハメド米、何か指示を出した金丸が、あーっと平柳、そしてドロップキック、奇襲攻撃やりたい放題のノーマーシー。さあここで、まあ、当事者同士ですね。ここで何を見せるか、ここでやっぱりお互いね、どう見せるかですよね。走り込んでのエルボー、それをもちろんこれはコーナーに控えているセコンド陣が見ていると、何か査定試合のような感じですね。まあそういうこともありますよね。さあゴチゴチという音がマイクを通して今聞こえてまいりました。バックに回った、急角度、バックブロック、その瞬間谷丸が、平柳が、高山が行きました。さあ決めるか、決めるか、十分な角度、高さがある、米一回転、3連発のバックブロック、谷口が何かあるチャンスを掴んだ、そして4連発、気をつけてください。自ら加わったその意地を見せている、谷口が鬼の形相になってきた、バックに回った、エルボーで防ぐことができるか、米にも相当な決意があるはずです、それを見せることができるか。カウンター式、顔面顎の辺りを捉えるハイキック、2連発で防いだラリアット、米逆転のラリアット、カウント1、カウント1です。当初は試合にエントリーされていなかったこの谷口と米が今試合の権利を残り、そしてこれから自らが一つずつ階段を上がり最前線を駆け上がるために戦っています。張り手で返す、張り手には張り手で返す、もう気持ちですね。そうですね、いい表情しますよね。さあ気持ちと気持ちがぶつかった、走り込んでのラリアット、谷口返せるか、返した、さあ立ち上がるか、あー側頭部、鋭い蹴り、米が勝った。米選手が気持ちが勝りましたね。勝りました、最後の鋭い蹴り、側頭部を捉えました。バックドロップで追い込んでいた谷口でしたが、最後はモハメド米の蹴り。さあそして丸藤が上がってきた、握手を交わした、認めた、そして石森もがっちりと握手、杉浦はどうする、杉浦は手を出した、差し伸べた、それに、ああ応えました、米新加入、丸藤、杉浦、石森、そこにモハメド米が加わった、軍団再編、ヨネコールです。そうですね、チャンスをものにしたのはモハメド・ヨネでした。あ、そこに、あ、リッキーですか、マルビン、いや、この時代の動きの速さ、あ、すんなり加入ですね、これはリ
キー・マルビンも認められました。全員と握手を交わしました。試合前は3人だったこの軍団が5人に、ちゃっかりしますねこいついやー5人に増えました。これで丸藤杉浦軍というにはもう人数が5人です。丸藤杉浦石森に米とマルビンが加わりまして一大勢力。いやこれは対ノーマーシー、谷口はこれは先ほど加わったばかりの谷口が、いやこれはきつい仕打ちですね。勝負の厳しさを感じます。おい谷口や、おいお前の本気こんなもんか、おいなあ全部今までのもん全部捨てろ、次の後楽園でお前生まれ変われ。いやこれはきつい喧嘩からのマイクがありましたけれども、期待されていた分厳しさがありますね。そうですね。試合の方は12分33秒、モハメド・ヨネが谷口を仕留め3カウントを奪いました。